ボーイスカウトにはびこる児童虐待の闇、スカウトに誓って米国ボーイスカウトの隠蔽された記録、性的虐待の事実を何十年もの間隠し続けてきたボーイスカウトアメリカ連盟の実態を暴くドキュメンタリー。映画内でインタビューされるボーイスカウト連盟の幹部が責任逃れの言い訳を繰り返していて、この組織に自浄作用はないんだなと強く思いました。しかし映画的には性的暴行を受けたサバイバーたちの話を広く浅く取り上げて、ボーイスカウト連盟の隠蔽やずさんな管理体制についての告発が薄くなるなど、より深いところには踏み込まない内容が物足りなかったです。映画のおすすめ度は3つ星。